私は人生のどん底にいました。私は母一人、子一人の母子家庭で育ちました。幼い頃から友達の輪に入るのが苦手で、いつも一人でいました。でも寂しくはありませんでした。大好きなお母さんがいたから、生活は決して裕福ではなかったけれど、無事に高校を卒業し、私はやっと社会人になりました。お母さん、これからは私が支えるからね。そう思っていた矢先のことでした。突然母が病気で亡くなりました。私はたった一人の家族を失ったのです。すみません、母の葬儀で。ええ、はい、ご迷惑をおかけいたします。新卒で採用になったばかりにもかかわらず、1週間ほど会社を休んでしまいました。職場に戻った時には雰囲気になじめなく、いつも暗くて気味が悪いと陰口を言われ、自分の居場所がだんだんとなくなっていくのが分かりました。身寄りも友人もいない、職場も私を必要としていない、何より大好きなお母さんがいない、私が死んでも誰も悲しまない、なぜ私は生きているのだろう。もう何をしていても生きている気がしなかった。いっそのこと死んでしまおう。何度考えても思考は死に向いてしまっていました。私は死ぬ前にやり残したことがないか考えました。そうだ、母との思い出のジャムパンを最後に食べよう。昔から母はジャムパンが大好きで、いつも半分ずつ分けて笑い合っていました。あの思い出の味を最後に、思い出したらまた涙がこぼれそうになりました。私は財布だけを持ち部屋から出ました。ジャムパンを買いに行った帰り道、ふと耳に入ってきた鳴き声。猫？鳴き声は公園の中から聞こえてきていました。声のする方へ向かうと、ベンチの下に年老いた猫が一匹いました。君も一人なの？私と同じ、この子にパンを分けてあげよう。死ぬ前にいいことをすれば、自殺だけれどお母さんと同じところに行けるかもしれない。私はベンチに座り、ジャムパンを一口頬張ると、猫にパンを半分分けてあげました。あの、そこ俺の席です。左側ならどうぞ。突然話しかけてきた男性に驚いた私は、無言でその場を離れました。あの猫は一人ぼっちじゃなかった。私とは違うんだ。猫に勝手に自分を重ねていた私は、猫にさえも裏切られたような気がして苛立ちを抑えきれませんでした。どれほど歩いた頃か、ふと上を見ると、目の前に大きな歩道橋がありました。ここから飛び降りれば。ここに来て私は自分の本来の目的を思い出しました。この歩道橋から身を投げてしまいたい。もうやり残したことは何もない。お母さんのところに。衝動に駆られ手すりによじ登ろうとしたその時でした。危ない、降りてください。大きな声とともに後ろから腕を引かれ、バランスを崩す私。するとあっという間に誰かの腕の中に包まれていました。の、そこにいたのはさっきの公園の男性でした。突然の出来事に間抜けな顔をしていた私に男性が言いました。あの、俺毎日あのベンチに行っているんです。明日は仕事で遅くなるので
モモに餌あげてくれませんか。モモは猫の名前です。これです。お願いします。初めて男性の腕の中に抱かれ、猫の餌の話。私がポカーンとしているうちに、猫の餌が入ったビニール袋を手渡し、逃げるように去っていく男性。抱き留めてくれた割に、一度も目は合わせてくれませんでした。なんで私が餌、どうしよう。そう考えていた私の足は震えていました。ゆっくり立ち上がり、歩道橋の下を覗き込むと、行き交う車たちを眺めました。ここから落ちていたら、今頃、明日この餌を返しに行こう。次の日、いつも通り起きて仕事に行きました。いつもと違うのは、昨日の猫に餌をあげに来ていること。昨日のことを覚えていてくれたのか、年老いた猫が私にすり寄ってきました。多分ただ餌が欲しいだけなのに、私を求めてくれているのかと勘違いしてしまいそうでした。突然、猫はスリスリすることをやめ、耳をピーンと立てるとピクピクさせたのです。どうしたの？猫が見ている方向をよく見ると、昨日の男性が走ってきているのが見えました。はあ、すいません。どうも。あの、左側どうぞ。なぜ左側なのかわからなかったし、お互い口下手で無言が続いたけれど、なんだか不思議な感覚になり、居心地は悪くありませんでした。それから毎日この公園でほんの少しの時間だけ一緒にいました。決して会話は多くありませんでしたが、母が亡くなったことや仕事がうまくいっていないこと、心の内を話せる関係になるまでそう時間はかかりませんでした。彼は余計なことは言わず、優しくうなずき、たくさん私の話を聞いてくれました。もちろん彼のことも知ることができました。2歳年上で猫が大好きだということ、そしてすごくすごく不器用であること。そんな関係が続いたある日、あの、誕生日おめでとう。あの、俺と暮らしませんか。そう言うと顔を真っ赤にしながら小さな花束をくれました。暮らす？もしかして付き合ってほしいって言っていますか。はい。不器用な彼からの思いがけない告白でした。私は彼に惹かれていたので断る理由はありません。その後、彼と二人暮らしを始めました。もちろん猫のモモも一緒に。それから1年後の私の誕生日、ずっと一緒にいたい。そう言いながら、去年よりも大きな花束と婚姻届を持ってきたのです。もしかして結婚してくださいって言っていますか。はい。それは彼なりのプロポーズだったのです。ももまで人の言葉がわかるのか便乗しているようでした。私もあなたを幸せにしたい。ううん、あなたと一緒に幸せになりたい。あなたが救ってくれたこの命で、私はあなたのために何ができる？何か恩返しをさせて。少し考えた後、彼は言いました。じゃあ俺より先に死なないでくれ。彼より先に死なない、それが彼が私に望んだ恩返しでした。結婚後は彼に甘えて仕事を辞め、専業主婦として彼を支えました。私が作る料理はいつも残さず食べてくれ、他愛のない話もいつもちゃんと聞いてくれて、こんなに幸せでいいのだろうか
と思うほど毎日が楽しかった。結婚2年目。別れはいつも突然でした。猫のモモが亡くなったのです。悲しかったけれど、病気ではなく、老衰だったのが救いでした。モモ、彼と出会わせてくれてありがとう。あの時、あの瞬間、私を呼んでくれてありがとう。そして、モモが亡くなってから1週間後。義勇さん、義勇さん、これ見て。私には手に持っていた小さな写真を彼に見せました。これは、なんだ。その写真に写っていたのは、私のお腹に宿った小さな命。私たち夫婦は赤ちゃんを授かったのです。モモの生まれ変わりかな、なんて話をしながら穏やかに妊娠生活を送り、無事に出産。元気な女の子が生まれました。名前は彼がつけてくれました。モモにしよう。それからというもの、初めての子育てに奮闘しながらも夫婦で助け合い、大切に大切に育てていきました。娘の寝ている顔を2人で見ていると、この子のために私たちが頑張らないとね、守っていこう、同じ方向を向いて人生を歩んでいく覚悟がさらに深まりました。子供の成長は早く、あっという間に中学生になりました。きっとあっという間に高校生になるんだろうな。ずっとそばでこの子の成長をちゃんとこの目で見たいなと希望を抱きながら、私は今病室のベッドの上でこの手紙を書いています。先月がんが見つかりました。発見が遅く、よくて1年と宣告されました。義勇さんとモモは毎日のようにお見舞いに来てくれていましたが、モモはいつも今にも泣きそうな顔をしていて、来れる時だけでいいよ、無理しないでね、と声をかけることぐらいしかできませんでした。神様はきっと見ていたんでしょうね。私があの時一度死のうとしていたことを、あなたより先に死なないでという簡単な約束も守れないなんて、ダメな嫁ですね。あんなに可愛い我が子を置いて先立つなんて、ダメな母親ですね。休み休み書いていたら、こんなに長くなってしまいました。最後に一つだけ。最愛のモモへ。モモの成長をずっと近くで見たかった。モモが悩んでいたら一番に寄り添いたかった。モモが迷っていたら一緒に考えたかった。嬉しいことも悲しいことも半分こしたかった。買い物とか恋話とかもっともっとしたかった。モモ、周りにたくさん甘えていいんだからね。甘えた分いっぱい感謝してありがとうって感謝の気持ちをしっかり伝えるんだよ。モモには辛い思いをさせちゃうね。でもね、もしこの先辛い出来事があった時はお父さんに話をしてごらん。不器用で口下手だけど、必ずあなたを守ってくれるから。ああ見えてお父さんはすごく頼りになる人よ。モモ、私をお母さんに選んでくれてありがとう。大好きだよ、モモ。それだけは覚えていてね。最愛の義勇さんへ。あの時歩道橋まで追いかけてきてくれてありがとう。私の生きる道を作ってくれてありがとう。
あなたの優しさが私を救ってくれました。こんなに早く旅立つことになってごめんなさい。約束守れなくてごめんね。不器用なあなたが大好きよ。あなたの左側にずっといれて、私はとても幸せでした。本当はもっとそばにいたいです。おじいちゃんになるあなたを見たかった。もっともっと行きたかった。ももとあなたで私の分まで長生きして。どうか幸せに過ごせますように。今日まで生きてきてよかった。あなたに出会えて妻になれてよかった。ずっと愛しています。いつかこの手紙が届くことを祈って、ありがとう、大好きな家族へ。あ、お父さん、やっと見つけた。またお母さんの手紙読んでいたの？大丈夫よ。今日はね、お母さんがすごくそばにいるような気がするの。そうだな。ね、もうすぐ挙式始まっちゃうから急いでね。ああ、今行く。今、あなたは幸せですか？今、あなたは大切な人に思いを伝えられていますか？今を生きるあなたたちへ。あなたの人生はあなただけのもの。誰が決めるものでもないの。だから自分と向き合ってみて、自分の心に聞いてみて。きっとあなただけの幸せが見つかるから。